また救急車通ったね。うん、前もさ、元に来てたよね。来てた。救急車がね。うん、あれでもなんか救急車止まったっぽい。またふもとっぱらかな。なんか誰か怪我した。ナイフも使うからさ。うん、さ寒いな。吐きなよ。寒い。吐きな。そりゃ寒いよ。これ。うん。ワークマンの。うん。インナーダウンパンツ。そう、フュージョンダウンパンツ。うん、インナーっていうかもうそのままでいいってこと？うん、私下今レギンスだから、うん、レギンス1枚の時にすっごい履きやすくて、日中がさ暑いからさ、うん、最初からこうモコモコのパンツ履きたくなくて、はいはい、昼は。なんかこれがねめっちゃねちょうどいいんですよ。息白くなってきたもんね。あ、私もなった。うん、よかった。冷たい人間なんだと思ってさっき。え、そうなの？だってはーってやったら全くなんないから、うん、私自体がもう冷たいんかなって。あったけー、これ甘えるヒージョンダウン。うわっ、全然違う。あったかい。上も、あ、これも、うん、洗えるヒュージョンダウン持ってきた。そう、 T シャツの上に着てベストを着たらあったかいかなって。うん、私今日全身ワークマンじゃん。これも何年の燃えづらい、うん、燃えづらいベストシリーズ。裏表で着れるやつ。なんか泣いてる。どうしたの？外開けた方がいいのかな。見えない。メッシュ開けてあげる。半分開けよっか。半分開けてあげよっか。うん、あ、全然違うんですよ。このやっぱさ分厚いの着ちゃうと動きづらいからさ、うん、まずはこれで様子を見ます。うん、それか焚き火やるから外来る？あ、連れてこよっかじゃん。うん、火つけたら、うん、ちょっと待っててもらって。あ、もう全く寒くないっす。あ、もう寒くないっすから。焚き火いいっすか？焚き火の準備して。あ、すいません、すいません。はい、これでつけてみよう。マッチ。うん。うん、どうやって？あ、折れた。できた？折れました。で、ここでマッチみたいにすればいいんだよね。そう。おお。すごい。いいじゃん。三本まとめて折ったりしてる人もいた。へえ。着火剤にもなってるってことだよね。そう、もうそのまま火と着火剤がセットになってるっていう。すごいよね。着火剤もしちゃったわ。あ、じゃあダブルだね。うん、便利じゃない。いつもさ着火剤やってヒーヒーってなるから。うん、やっぱ焚き火は焚き火でいいよね。うん、こうすぎるか。ダウン着たの。そう、これいいじゃんか。かっこいいじゃん。かっこいいじゃん。あったかい。あれ、どういう感じに帰ってくの？
チカチカしてるけどさ、帰る時もピーポー鳴らすよね、普通。鳴らさないでくださいとか言うと鳴らさないらしいよ。あ、その乗った人が、うん、っていうのをなんかで見たことある。今日もさ、はい、たくさんの方にお声掛けいただきまして。ねえ、本当に。いや、嬉しいですね。嬉しい。それでさ、うん、もとっぱらビールいただいてしまったんで、いただきたいと思います。もとっぱらビール、でも大好き。ありがとうございます。鹿鳴いてる？違う。それでは、これ美味しいからな。お疲れ。お疲れ。いただきます。うわうめえ。うめえ。どうした？なんか通った？2個。あ、染み渡ります。染み渡りさん。最近サイの言ってないね。忘れてたサイのサイの。いや、今日おでんですよね。おでん、おでん。やっぱ鹿泣いてる。鹿泣いてた。この歌流行ってるから。お鍋でしょ。そうなんだけど、うん、やお鍋やお鍋。おでんの歌も募集しております。ちょっとじゃあ煮込まないとだよね。さ、そう、なんかさ、おでんってさ、簡単に温めるだけよりもさ、結構しばらくずっと煮込んでるとさ、はんぺんとかふわふわになるしさ、めっちゃ大きくなって、うん、美味しいからさ、ちょっとまだ早いんだけど、前もって漬け込んどいてコトコトやっとこうかなと思います。これはなんだ？犬ですね。犬なの？これはなんだ？これはなんだ？犬か。うん、ワンちゃん。快適なんですって。快適？はい。こちらは土鍋です。これも買っちゃったんですけど。はい、土鍋買ったんですか？土鍋買っちゃいました。土鍋あるのに、ハイムのやつあるのに。ちょっとあれだと容量がちっちゃくて。あ、まあ、確かにちっちゃいよね。そう、足んないっていうか、うん、1号だって。 1号、ね、確かにあれ1人1個必要になっちゃうもんね。そう、逆にあれ2つ使うとコンロも2つ必要になっちゃうんで、うちいつもここに1個のバーナーでやるから、できればこれでたくさん炊ける方がよくて、うん、なんかこれは今3合炊ける。あ、3合いけんだこれなら。そう、だからハイムはアヒージョやったりとか、うん、他にも使おうと思うんですけど、はい、3合炊けるし、鍋とかやるときは便利かなと思って。土鍋、まあ確かに。そう、まあ、旅するときは折りたたみの鍋も使ってるんで、あれはもう使うんですけど、シェビーとかで来るときはこれでやろうかなと。はい。でこうやってやるとさ、蓋が中に沈むじゃん、うん、これで吹きこぼれしにくいらしくて、で今はついてないけど、もう一個蓋がついてて、うん、二重蓋なんですよ、うん、はい、そうすることによって炊飯時に吹きこぼれしにくいらしいです。っていうことで、今日はおでんをやるので中蓋は持ってきてません。あ、なるほどね、ご飯じゃないからね。はい、はい。電気釜みたいなのも買ってたよね。あ、そう、電気鍋。電気鍋、そう、この動画の一本前なんですけど、うん、電気のたこ焼き電気のが沈んだ電気の、うん、電気の電気のたこ焼き、うん、ホットプレート、うん、鍋、うん、スリーウェイの鍋、たこ焼き、うん、ホットプレートセットみたいなを買ったんですけど、うん、で絶対寒いと思って、煮込めりも寒いと思って、うん、中でやろうねって言ってたんですよ、うん、それで、うん、お鍋を、はい、けど結構あったかいから焚き火つけたら、うん、全然外でもいけるなと思って、むしろ外で食べたのが美味しいかもって思って、うん、急遽チェンジでここでおでんをやりたいと思います、うん、なるほどね。やっぱり静岡おでん食べたくて、うん、スーパーに売ってたから、この静岡おでん、あれ、
あれどんどん沈んでいく。もういいや、体重かけちゃダメなんです。これやっちゃうんだよ。静岡おでん、はい、とはんぺん大好きなんで、はんぺん、はんぺんをもうふやふやにして食べたい。あと鶏つくね寿司、うん、魚菓子揚げ、うん、まあお豆腐好きなんでね、はい、と大根2個入ってるんだけど、さっきのセットに、うん、とね、もう一つ食べたいから、うん、大根、卵、おお、以上。あ、結構いっぱい入ってるね。なんかさ、でもさ1個ずつしかない具とかもあって、なんかね、コトコトグツグツやってる方が、あのはんぺんとか豆腐にだし汁が入って膨らむから煮込んでいきたいと思います。これだし入ってるからちょっと合わせだしになっちゃいましたけど、この大根めっちゃ大きい。うわ、大根の匂いした今。ねえ、きた。軟骨入り、これが美味しいんだよ。美味しそうだ。なつくね、鶏つくね串。そう、匂ってみ。うわ、絶対美味しいでしょ。絶対うまい。なんかおでんっぽくなってきた。仕切りのあるさ、おでん鍋もね、うん、欲しかったからね、うん、見たんだけど、うん、なんかそんなおでん通でもないし、仕切りあるやつ他に使わないなと思って、うん、でも憧れるよね、あの仕切りがあるやつ、まあ、その時しか使わないし。全部入るのか。入るよ。こっちもあるんだよ、これ。うん、またうまそうな卵ですね。切れてるんです。あ、卵、そっちの卵。そう、切れてるって書いてあった。だし巻き卵って入れるの。え、コンビニで買うとき頼まない？頼まない。私どっちの卵にするかめちゃくちゃ迷うの。あ、そうなんだ。え、どんぐらい迷うの？めちゃくちゃ。いました。あ、いいじゃんいいじゃん。ぴったりぴったり。今何度だろう。ちょっと外見てこよう。温度計見てこよう。わ、外ね、11度。あ、じゃあさっきと一緒か。うん、中が14度。オープン。おー、沸騰してるやん。あ、いいじゃん、ふっくら。このはんぺんが私の中で指標なんです。3倍ぐらいに膨れ上がったらもう食べれる。絶対美味しい。うん、もうこれじゃ食べれる状態。食べれるのでコトコトでいいです。じゃあもう弱火で。はい、オッケーオッケー。きたー。うわー、うまそう。絶対美味しい。スープ、はい、はい、うまっ。うめ、やばい。あっか、あっか、うまっ。もう多分そろそろ外気温一桁だと思うんだ。え、見てみる？うん、お、まだ10度です。あ、10度、10度あった。さっき11だったから1度下がりました。おしんこも合うわ。これやばいな。うん。ご飯タイム。ご飯タイムだよって。ご飯タイムだって。ここは網戸も閉めようね。ね。寒い寒い。寒いよね。はい。ご飯でござる。ご飯だって。ご飯だってよ。はい、うん。じゃあこれに。めめ。取れちゃうよ、メリー。にいた。2個。2個。美味しいとこ。メリーのね、はい。メリーさん。8度、外11度？あ、違う、外8度、中11度、うん、ここが FF ヒーターなんですけど、うん、つくかな。 FF ヒーター。あ、ちょっと赤いよ。
着いてきた。うん。あ、着きました、着きました。着きました。おお、剥がれてきてます。風弾のような感じなんですかね。ですかね。あれも CB 缶だし。あ、あったかいっす。あったかい。うん。8度ですけど、外ね。運用できれば、結構ありなんじゃないかなと。確かに、うん、ちょっと今のうちに温めといてっていうのもありだよね。あ、そうだね。ちょっと回してみます。はい。食べた君ら。それではお部屋の中でまったり飲んだりおつまみ食べてくつろいでいきたいと思います。寝床ができとるね。あ、シュラフもう一個出しとかないとか。そう、今ね、このカバーの中にシュラフ入れ込んであるよ。ああ。これ。よし。ありがとう。じゃあ、もうちょい飲んで。にー。才能。才能。FF ヒーターついたんだけど、ちょっと CB 缶3本で運用してて、今、7時過ぎでしょ。でももう外は7度になったけど中が13度まで上がったね。すごいよね。うん、すごい。ただ CB 缶3本でやってるんでいつまで持つかっていうのもあるんだけど、まあとりあえずついたから、うん、ちょっと運用してみようかなと思います。ちょっとうるさいけどねちょっとうるさい風の音が結構するけど。あー、めっちゃこれ温まったら快適じゃん。快適。やばい。わー、ダラダラしよう今14度あるから。あ、もう上がってる、うん、すごい。一応ね、20度設定にした。へー、設定がすごい。でももうすでに20度ぐらいになる。もう10分ですごいよね、うん、威力。でもなんか威力やばい。ガスのゴボーっていう音は消えた。消えたね。この DIY した壁紙さ、うん、コンクリートのさ、うん、模様じゃんか、うん、ここになんか変なキャラクター、隠れキャラクターいるんだけど、なんとかヒアって書いてある。キロキル。あ、止まった。すげえ。すごい。すごい。優秀。優秀。ね、ちょっとそれ見えないんだけど、何そんなあんの。ここにほら、なんかここに覗いてる。あ、ほんとだ。覗いてるやついるじゃん、ここに。ほら。え、ってことは一匹じゃなくない？なんなの、この鼻の長いモグラみたいな。なんて書いてあるんだ。木、なんとかヒアって書いてある。でも、でもそんなキャラクターのさ、壁紙って書いてあった？いや、書いてないっすね。これは隠れキャラなんだよ。だって他にないもん。うん、ここに。他のとこいないの、ほら。いない。え、当たりだ。当たり、当たりだ。いいことあるんだよ。とりあえずは快適にキャンプできましたね。だし、うん、可愛く内装も変わって楽しかったです、うん、ただね、分かったことはやっぱりテントだねっていう。あの、暖房切っちゃえばすぐ温度下がる。速攻冷える、うん、だからやっぱり暖房ありきで冬のキャンプしないと、うん、やばいなって思うから、うん、それはまた考えようかなと思いますんで、今日のところは寝たいと思います。はい、それではおやすみなさい。おやすみなさい。あ、ボアさん、ボアさんもあったかいとこに来ました。一人一つずつ入ろうとしてますはい、おやすみおやすみリコ、おやすみ。おやすみ。全然寒くないんですけど。夜中にトイレに行ったらさ、うん、めっちゃあったかかったんだけど。あったかいな。なんだこれ。なんか変。おはようございます。おはようございます。なんで？なんで？今一番寒いはずの時間が。なんか9時とかが一番寒かった。
一桁だった、ね、そうだよね、うん、そっからどんどん上がっていった。寝る前焚き火終わろうとした時が7度8度ぐらいで、普通さ今が一番寒いじゃん、うん、今14度ぐらいあるんですよね。外こんな感じで、富士山は見えませんけど雨も降ってない。夜中、うん、硬い氷みたいなのが降ってカラ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 って言ってた、それで雪虫が降ってたのか。あ、そうなのかな。ちょっとしか降んなかったけど、あったかいんだね雨降る時って。そっか、たまたま今日があったかかったんだね。うん、オレンジ色みたいになってたよね、朝焼けみたいな。なってた、うん、快適すぎて思いのほか寒くなんなかったから。全然寒くない、今もう18度あるし。やっべっぞ、やっべっぞ。ニコどうした、ニコテンション高め。よし、ちょっとこれニコ、何このあち出てるよ、布団からツンツン。変な気になってる、変な気になってる。変な気になってる。うわ、まっすぐじゃん、まっすぐ。なにそれ。メリーメダー、ご飯いる、ご飯食べる人、ご飯食べる、メリーも、うわ、メリー食べる、メリーもご飯食べる、よかったよ、ご飯食べる、メリーご飯食べる、ご飯だって、ご飯だよ。ニコさんどうぞ。はい、メリー、はい、どうぞ。ニーニーこっち、ニーニーこっち。また食べない病だ。困るなら、メリーはね、食いむらがあるのね。すごいな、それご飯も飛ばしてきてる。どういう状態？うわぁ、ちょっと待ってよ、奇跡です。はい、富士山が見えそうです。今日は雨なんですけど、ね、奇跡でございます。昨日晴れなんですけど、ね、ちょっと晴れてきたし、意外とこの日が強いと、うん、便利。でん、ふもとっぱらプリン、これもお声掛けいただいた方がお土産で買ってきてくれて、ありがとうございます。ありがとうございます。せっかくなんで食べたいと思います。はい、これ大好きです。これうまいよね。何回か動画でも前も食べてたよね。どう？うん、うーん、うん、おいしい、うまっ。なめらか、このさ甘さが私ちょうどよくて。もう外20度なんですけど、あれ待ってるの、おやつ待ち。なんで20度？わあ、すごい日が出てきた、富士山、わあ富士山が、前方が。なんで今日見えると思わなかった。うーん、やっべーぞ。、うん、これよいしょ、 FF ヒーターなんですけど、多分半分ぐらい、うん、半分ないっすね、半分なくなってる感じ。 BB 缶が全部半分なくなってるから。全部半分、うん、昨日2時間ぐらい動かした FF ヒーター。連続じゃないけど2時間。そうか、あ、でも連続じゃないけど2時間か、うん、ってことはやっぱり1時間で半分なくなる、半分減ってる、うん、3本とも半分になってるから1時間で 1.5 本使うってことだね。結構使うね、たった1時間で、うん、まあでもガスを用意しておけば使えますね、うん、確かに、うん、まあ多く見ても1時間1本だとして10時間で10本、20本ぐらい持ってるのダメじゃない、冬は。そんなに持ってんの怖いよね。昨日途中風団にしたけど、昨日の気温だったら全然風団で大丈夫だった、うん、まあ、思いがけずあったかかったからな。ああ
それかさ、ちっちゃい灯油のファンヒーター買うかだよね。ああ、カチッてつけるやつ。そう、ちっちゃいやつ。それどうでした？めっちゃあったかかった。ホテルキャンプス、うん、ブランケットシュラフどうでした？めっちゃあったかかったね。もうこれだけで寝てた、最後これを吐いちゃってた。もうこれだけで寝れたってこと？そう、結構これだけで風入ってこないから。え、すごくない？この冬さ、うん、これ1枚で寝る。すごいあったかかった。でも2人で入ってるっていうのと、うん、これがさ、置いてあったことによってさらに風が来なかったかもね。まあ、それはあるかもしれないけど、1枚でペロって入ってたらさ、うん、あとワンコたちいても狭くなかったし。あ、それはね、全然狭くなかった、うん、っていうかもうこの肌触りが気持ちよすぎてね、二度寝できちゃったんだよね。もう二度寝させちゃって、私に。あ、家でもこれで寝たいもん。家でも使えるよね。うん、たまに思わない？シュラフとかキャンプの寝心地いいとさ、うん、これ家でも使いたいんだよね。うん、そのしまい方楽じゃない？楽、パツパツでもなく、うん、簡単に。結構シュラフとかキツキツなのあるじゃん、うん、これだったら楽だよね。じゃあちょっと枕じゃないんだって。うわ、ちょうどいい。ちょうどよくないでしょ、ちょっと高くない？え、ちょうどいい。あとは片付けして帰りたいと思います。はい、はい、雨も降ってきちゃったんでね。朝一さ、富士山見れて晴れたのは多分めっちゃラッキーだったんだと思いますね。予報はもうこの後ずっと雨だから、そう、うん、片付けして帰りましょう。はい、はい、麓っぱらのキャンプでございました。ありがとうございました。はい、他にもいろんなキャンプやっておりますので、ぜひぜひチャンネル登録の方もお願いいたします。よろしくどうぞ。はい、それではまた次の動画でお会いいたしましょう。さよなり。さよなり。斉藤でした。乳房子バージョンだよ。そう。斉藤でした。斉藤でした。本当だ。タロちゃんもこの黄色い帽子、乳、ビーニー帽。ここがさ、うん、トップまでのこの距離がさ、うん、短いやつが好きらしくて。そう。あの、よくニットとかでここが。